カシャるゆうちの今日のインテリビューを始めさせていきます今日は習近平は台湾侵攻を断念するのかこういうね面白いタイトルの論考がねオーストラリアのシンクタンクねサイトにありましたんでまあちょっとそれを紹介しようかなと思いますまあ早速始めますね、えー、アメリカ海軍の長官は最近中国が2024年まで台湾を攻撃する可能性があると警告したまた人民解放軍創設100周年にあたる2027年までに台湾を侵略する可能性があると主張する者がいると そのア,ア,アジアサイティーのク,クリストファー・ケイ・ジョンソンを含む一部の人々は習近平は中国の平和的統一に固執しており少なくとも台湾を中華人民共和国の一部にするために強制力とグレーゾーン戦術を用いた非侵略的アプローチをとっていると感じていると。ジョンソンにとって習近平の新政治局常務委員,は委員会は戦時内閣ではなく今後の地政学的国内的な荒波を乗り切るために選ばれた指導部である。 とまあ,あるんですけど、まあ、でもあれです2024年までとこうありましたからねどうなんでしょうかちょっと早くなってるような気はしませんかあのね時間が経てば経つほどね日本とアメリカの準備が整うとこういう背景があると思うんですよ。例えばあトマホークをねトマホーク導入するってことが決まりましたね。 これね、誤解がすごく多いですね。なんかトマホークなんか、もう何十年、できて40年だから、時代遅れだよとかね、そういうことを平気で言うといるんですよ。日本が導入するのは、ブロック5という最新型です。やっぱりね、バージョンがどんどん違いますからね、あのだいぶ性能はいいんだと思いますよ。で、低空をね、低空をまあ音速、まあ、音速かな。音速よりちょっと遅いぐらいのスピードで、ね、バンバン飛ばしていくわけですから、それを撃墜するのは、 そんな簡単にはいかないと思いますね。あの大陸弾,弾道がみたいにね、こうこういう感じでこ。こう、ね、あの、ね、放物線か、放物線上にね、雪月を移つんだったら、ともかく。地表スれスレのところ、スーっと入ってくるようなミサイルを、えー、そんなに。ポンスかポンスか、え撃、ー、ち落とすということは、困難ではないかと思います。産経からね、こういう面白い年表があるんですよ。これちょっと、ご覧いただけますかね。まあ、想定される、長射程ミサイル装備の流れと。 こうあるんですけど地上発射型が7年に開発が完了して8年に配備が開始艦艇発射型は8年に開発が完了して10年に配備が開始で航空機発射型は10年に開発が完了して12年に配備が開始とこうなってます。でトマホークはというと8年から9年にかけて配備される予定だこういうことなんですねそうすすすると、ね、今何年ですか平成4年ででか平成よね。 平成5年と6年ってどうなるんでしょうか全然こうミサイルがないとやるって決めるとそんな急にできるわけないですよねですから令和5年6年っていうのはやばいんじゃないかと、えー、まあだから中国にとってはチャンスなんじゃないかとだから時間が経てば経つほど中国にとっては不利になるんじゃないかなとそう思いますまあちょっともうちょっと続けてみますね10月の共産党大会第20回大会会第回は以降、 台湾、日本米国カナオーストラリアなどは習近平の3期目のもとで中国の外交政策が今後どうなるのかと自問自答している今回の大会から得られる観察は少なくとも5つある1つ目は中国共産党は米中の戦略的競争は大政間のものであり中国経済を犠牲にして党の政治構造を強化される必要があると考えているとだから体制ね中国共産党の体制とアメリカの民主主義体制とこの体制の争いなんだと。 でだから中国は、えー、経済なんか少々悪くなってもこのね共産党の支配体制っていうんですかそれをガッチガチに固めてなんとか乗り切ろうとしているとこういうことですねもう実現よねラッシュドーンロングゲームや、えー、スルマンは主観混沌に取り憑かれたもので詳しく述べられているように中国共産党はそれまでの共産党を打破して政権を取った政権だけに えっと反革命や政権交代を支援する外国の陰質な勢力に対する不安を長年にわたって抱いているんだと。政権交代と封じ込めは中国共産党が習近平政権下の中国を仲間として認めない米国と同盟国の動機を理解する上えで最重,最重要事項であるはこれね中国はねある意味常に我々の体,操体制を潰そうとしている周りの国はねでもね。 背背景景ああるるるんんでですすよよねそう信じたくなる背景あるんですよ例えば例を挙げましょうか文化大革命とかありますよね60年50年代末から60年ぐらいですか60年代にかけてなんですけどこれなんでこんなことが起きたのかああいうねこう中国共産党のね、えーまあ、中南海でもうやたらめったら権力闘争が起きるわけですよね。その背景には何があったのかっていうと実は台湾によるプロパガンダ工作があったとする話もあるんですね。 だからなあの結構台湾からね台湾本土から中国本土に対してあのビラを巻いたりね飛行機で行ってそういう活動すごく行われてたわけですよそしたらそのビラを見たらですねやっぱみんな中国共産党の人は動揺するんですねえそうだったのかデマに動かされるとそれでドンちゃんになったそういう話も実はあるんですねだから必ずしもこれは口頭向けな観点ではないんですよもうちょっと続けてみましょうかマイク・ポンペオ、えー、前国務長官は 中国の政権,政,政権転換と台湾独立を主張しジ、ジョー・バイデン大統領は繰り返し中国が言われない攻撃を仕掛けてきた場合には、米国が台湾を防衛すると発言しており、台湾海峡の安全と平和と安全を外交政策に明示する国が増加していることなどは、北京の懸念を強めただけだった。まあ、当然ですよね 習近平にとってイデオロギーを国内で強化することは重要な分野における安全保障能力を高めることによって中国の国家権力制度イデオロギーの安全保障に必要であると,中国,共産党とって中国共産党にとって政治的安全保障は基本的な任務であると第2に習近平が党大,大,大会で発表した作業報告書は 中国がロシアのパートナーに引き続きコミットすることを強調しいかなる国家の安全保障も他国を犠牲にしゃならないと明言したこれはウクライナ侵攻はの NATO の拡大への対応でありロシアの安全保障を含む革新的利益を脅かすというモスクワの主張を北京が支持することを示す暗号であったとまあだから中国はねロシアとバッチリやっていきますよとこういうことなんですよね。 だから確かにねあのウクライナ戦争でね、えー、と対する制裁があって中国もあんまりねあのそんなにロシアを支援してないように見えますでも実際には、えー、中国はバッチリロシアと一緒にやっていきますよそういうことなんですねそうじゃないとそれは大胆できませんよねこれはセンターフォーイースタンステディのマイケル・ボガス、えー、ジ,ャックジャック・ジャコブスキー,ウィ,トールドウィトールド・ウィドキュビッツ がこの米人モスーアクセス「ベイジン・モスクワ数軸と・アクセス」がモスクワ数ととここういういですね彼らはモスクワと北京の関係は今日ほど緊密で温かいものではなかったと主張していると今一番いい,いい関係ですよとこういうことなんですね。この接近はロシアと中国の政治指導者が30年にわたり政治軍事経済イデオロギーなどの分野で相互関係を強化し協力を深めようとする一貫した努力によって生み出されたものであると。 このようにして生まれた関係は非公式な同盟ね非公式な同盟というボードができるこの同盟は中国とロシアの支配的エリートが共有する戦略的利益の基本的一致と権威主義体制間のイデオロギー的近接性という深い確信に基づくものであるとわしらよく似てますから一緒にやりましょうよとこういうことなんですね、えー、第三に中国は米国と,、えー、と欧米の同盟国が 世界経済で享受している経済的技術的法的優位性から北京が感じている脆弱性に対処する戦略として引き続きグローバルサウスに軸心を移すだろうだからあの発展途上国ですね発展途上国の方に軸心を移すと一帯一路構想は習近平の最初の矢であり一帯一路回路に沿って市場を開発開放し えー、三か国を米国の経済覇権から選択的に切り離し中国と中国との経済的依存関係に向かわせるものであるとまあ,あのサウジアラビアなんかまさしくその路線に乗ってるわけですね。まあア,フリカが、ね、アメリカがね最近ねアフリカへの支援ということをしきりに言うようになりましたね。これやっぱりね米中の勢力争いがアフリカに移りつつあるんだこういうことですねで。中国の経済発展のための二重循環モデルは2つ目であると。 えー、北京の戦略は国内消費を高めると同時に中国経済を発展途上国へ軸心を移すというものであるだからことですねこうした経済的な取り組みは中国が国際システムの民主化と呼ぶ取,取り組みと関連しており中国の著名な学者である学は次のように説明していると、えー、と中国は自国の台頭に位置するイデオロギー環境の形成に努め 欧米の価値観に対抗していくだろうと例えば米国は選挙政治と個人的表現の観点から民主主義と自由を定義し中国は社会保障と経済発展の観点から民主主義と自由を定義している。ワシントンは自分の見解を他国に押し付けようとするのではなくこうした意見の違いを受け入れるべきであるつまりアメリカはアメリカと異なる中国を認めるべきだとこういうふうに言ってるんですね。でもねそうは言っても民族浄化は許されませんよね。 だかからなんん中国人もボケ取るんですねこういう少数民族をもうすりつぶして構わないとそういうある種の中華思想のすごく傲慢な部分ですよね。それはやっぱりね逆に中国,人中国人自身がすりつぶされなければ永遠に分からないでしょう。ロシアがね軍事的に古典版にやられるまでこう軍事的強さはね鼻にかけてきたんですからそれがね、えー、今すりつぶされてるわけですね。中国人も この少数民族に対する虐殺って言うですか。それはそれはやっちゃいけないんだっていうことがわかるまで、今度は中国人がすり潰される場になるだろうこう暴漢予想してるんですね。まあ第4にいきますね。第4に習近平政権下の中国共産党は民主義国の派遣派遣主義を批判し、反欧米的な姿勢を強めてけると。他の権威主義的国家や中国の資金や開発援助に影響される国家と強調する姿勢を示している。 その顕著な例が、えー、北京が発展的途上国や北朝鮮シリアイランといった雑多な国を動員し中国の新疆における深刻な人権侵害に関する国連報告書を審議する動議を否決させたことだと。やっぱ国連で負けるんですね中国は同様にロシアのウクライナに対する侵略に関する決議を棄権させるために、えーまあ、一帯一路諸国に、えー、を集めたと。まあ結局ねだからこういうことなんですよ。 まあ日本とアメリカとねそれと中国が戦うそういう構図が今できてるじゃないですかこれはね単にね日米と中国の間だけの関係じゃないんですよ人類の運命がかかっているこの戦いに人類の運命がかかっているこれで中国が勝ったら、うん、全世界は全体主義化するわけですよねそういうこう健康一滴というんですかそういうね本当にこう人類史の大きな峠なんですよね。ここであのどうろうか ね、日本とアメリカが勝つか中国が勝つかによって人類の在り方が大きく変わるとそういうことになるわけですね。最後に中国共産党は知性学的にもも国内的にに非常に厳ししいい状況を満員ているサプライチェーンの選択的多様化米国のチップス・科学法一,、えー、一流の半導体と技術者に対する中国のアクセスを制限し人工知能の未来に対する、えー、中国のアクセスを遮断することが目的と。自称的な えー、コロナ政策の影響と、えー、経済に対する深刻,化、えー、深刻化する人口動態圧力などがその宿題であると課題であると、えー、中国共産党指導部は繁栄し強く民主的で文化的に進歩し長安とれた現代社会主義国を建設するという2049年の100周年目標に到達したいと考えている。まあ、無理でしょうけどね で中国経済への強い圧力と習近平が忠実な人物を要職に抜擢していることから指導部がすぐに台湾侵攻への動きを見せるることとはないだろうと思われるしかし習近平が中国が台湾との統一のために武力を行使する権利を,、えー、を,権利を放棄することはないと強調したが、えー、これは、えー、習近平とそれ以前の中国指導者の過去の発言と全く一致している。だからあれなんですよね 中国というのは割合の遺言式と言ったら変ですが、もう前の先代がね。こういうことでやれって言われたら、それを忠実にね。ずっと引き継ぐというところがあるんですよ。だから胡錦濤にしてもねえー。江沢民にしてもん最近なくなったね。やっぱりね。そういうこう。毛沢東からの遺言を引き継ってるところがあるんですよね。だからやっぱりなかなかね。あのー、どういったんやかな。あのー、こうね。言った。本人は亡くなってるんだけど、あの自動機械みたいですね。 どどんどんこうその流れが続いてるんだ,だ習近平はだからその,その延長線以上あるんですから習近平だけけが得意というわやっぱり中国共産党の中にあ,のあった一つの可能性っていうか目なんですよね習近平の今のあり方というのはああいうのはいずれ出てくることは分かってたわけですよ。でもやっぱ現実にそれが出てきて世界を支配しようとしているそういうことなんですよね。台湾を武力でえば 多大な経済コストと外交的効率を招き、地域紛争に発展する可能性がある。そうなれば、習近平が抱える二千四十九年の建国百周年という目標は頓挫し。習近平のリーダーシップの中で、最も重要な遺産であるかもしれない <laughs>。だから、共産党体制を崩すのが、習近平の一番の、えー、遺産になると。だから、えー、台湾政府が習近平の墓場になると、そういうことを言ってるんですよね。 まあ、それはそうかなと思いますよねやっぱりねでもね今こそねやっぱり議論するべきことは何かっていうとやっぱり中国共産党の支配が倒れた後のことだと思うんですよその後中国はどうなるんでしょうかやっぱりね台湾の人はもうちょっとそのことをよく考えた方がいいと思いますよねまあ、習近平の対戦は持たないですよどうせあと5年ねそしたらやっぱりその後どうするの台湾は一人でやっていけると思ってるのかなっていうのがすごく疑問なんですよね 例えば、えーっとねそのね、共産党支配が終わったその後に出てきた民主化された中国というのが出てきたとしましょうそうしたらそれと台湾は一体化するんでしょうか共産党がなくなってもやっぱり併合要求というのは多分消えないと思いますねそしたらああもう民主化されたからいいですと言って併合されていくんでしょうかそりゃあ法の支配があるんでしょうかね、えー、民主化された中国にそれは僕はすごく強く疑問だと思います、まあだから あの台湾は結局日本に、えー、日本の一部になるんだろうそういう予測してるわけなんですけどそれは耐えられないですよねあそんなこう荒れた中国なんかと一緒改めて一緒になるっていうことはねでもそういう要求は必ず出てくるしそうだから早く一緒になれっていう話は多分共産党がなくなってもその話が続くと思います。だからこれをなんとか遮るにはアメリカに併合されるか日本に併合されるかしか多分道は残ってないと思うんですよね。 やっぱりそういうところはね台湾の人は考えてないんでしょうね。まあ、楽しみにしてこの,この今後の展開を見守りたいなと思ってます。まあ、面白かったですね。やっぱり習近平潰れると <laughs> 共産党を潰すのがえ共産ね習近平の役割であるっていう面白い結論でした。じゃあ今日はこのようにしますのね。よろしかったイーファンのポーチョ。そしてあのチャンネル登録もぜひお願いします。そしてあのあサンクスは本当助かってます。もう本当に無事都市がこせそうです。本当にありがとうございます。 じゃあ今日はこれでおしまいしますね。失礼します。